ルーム。金曜の夜、友達と会って飲んで、別れて電車に乗って、ほろ酔いで帰宅する。アパートの鍵を取り出す。何かの景品でもらったキャラクターのシルエットがついたキーリング。そのうちちゃんと気に入ったものを買おう買おうと思いつつ、もう一年以上経つ。鍵を回してドアを開ける。ただいま。一人暮らしだから返事はない。アパートの狭い廊下、まだ新しいフローリング。右手にトイレとバスルームのドア。左手にミニキッチン。流しの足元に生ゴミ用の白いゴミ箱。冷蔵庫と隙間用の細い食器棚。資源ゴミ用の分別できるダストボックス。ローヒールのパンプスを足からこそげ落とすように脱ぎながらふと、何かがおかしいな、と思った。見慣れたものばかりの部屋なのに、なんだか全部少しずつ配置がずれているような気がする。トイレのドアノブの高さ、二口あるコンロの位置、ゴミ箱の置き場所。あんな感じだったっけ？でも持っていた鍵でドアが開いたんだから、間違いなく自分の部屋だ。酔っ払ってるってことかな、なんて考えながら、玄関に靴を脱ぎ散らかして部屋に入る。流しに置きっぱなしの猫の絵のマグカップ。これは好きなイラストレーターのデザインのやつで、地味に高かった。冷蔵庫にくっつけたアヒルのマグネット。これは今日会った友達が以前、これ、ミワに似てないって、笑いながらくれたやつ。失礼なやつめと思ったけど、残念ながら悔しいほど似ている。やっぱり、ここは間違いなく自分の部屋。短い廊下の奥にドアがあって、その向こうがベッドやテーブルやクローゼットがある約7畳のリビングだ。ドアを開けるとまず目に入るのが白と銀色の花柄のカーテン。それから赤いローテーブル。ふらふらっと部屋の真ん中まで入ってぴたりと足が止まった。こめかみに嫌な汗が吹き出す。ベッドに誰かが寝ている。キャメルブラウンの髪、ネイビーのシャツ、撫で肩気味の肩の角度。あれは私だ。固まっている私の方に、ベッドにいる私がくるりと向き直る。顔のパーツが数ミリずれた、デッサンの狂った顔。口元が動く。おかえり。途端に意識が遠くなって、後のことは知らない。間違いなく君だったよ。あ、こんちゃん、こんちゃんやんか。よかった、会えて。俺、ちょっとこんちゃんに話があってん。あなあ、丸丸城の山の方に行くと、古い診療所の廃墟があるやんか。俺、こないだ友達とそこ行ってん。肝試しで。あ、言うても、まだ昼間にな。暗なると怖いやんか。危ないし。で、ガラス扉開けてすぐ待合室。診察券とか出すようなカウンターもあって、向こうに診察室とレントゲン室。
ほんで一番奥に処置室ってのがあって、友達と奥から行くかってなって、その処置室のドアをガラガラって開けてん。そしたらベッドが一個ポツーンとあってな、あと壁際に小さい洗面室と鏡と、足元にバケツが置いてあってん。ほんでベッドにな、布団がかぶせたんね。それがなんや膨らんでるように見えんねんな。でこれ膨らんでへんってなって、俺がガバーッと開けたんや。そしたら色の薄くなった千バズルが置いてあってな、げーなんやこれと思ったら、友達がギャーって鏡言うから、俺も洗面台のとこの鏡見たらな、俺でも友達でもない顔がバーンと映ってて、こっち向いてんねん。もう俺も驚いて息止まりそうやってんけど、あれおかしいな、あいつの顔おかしないと思ってん。そしたら友達が俺の首根っこ掴んでな、バタバタっと走って診療所を出たんや。めっちゃ怖かったな。もうここ来たらあかんわ。おいお前大丈夫か、ぼーっとしてな。もう来たらあかん、わかった。友達はそう言ってんけど、俺あの顔のことが忘れられんでな。あれ絶対こんちゃんやったわ。絶対やで、間違いなくこんちゃんや。まあでもこんちゃん死んでへんしな。そしたら親戚か他人の空にっちゅうやつかもしれへんな。ちゅうわけで俺とこんちゃんでもっかいその廃墟行こうや。あそこの幽霊がこんちゃん見たら絶対驚くで。だってそのくらいそっくりやったもん。友達はもう行ったらあかん言うけどな。な、行こう。だってあれ、絶対こんちゃんの顔やってん。間違いないわ。な、絶対行こうな。予約席。女子大生の加納さんは、カフェでウェイトレスのアルバイトをしている。小さなテーブルが5つ、大きなテーブルが1つのこじんまりした店だ。彼女がアルバイトを始めた当時、店長からこんなことを言われた。加納さん、トイレの近くの2人席は予約席だから、どんなに混んでいてもお客さんを通さないでね。あなた自身も、あそこの椅子には座らないように。くれぐれも頼むわよ。いつも笑顔の店長が、この時だけは怖いほど真剣な顔をしていたので、よく記憶に残っているという。あそこはお化け専用の席なの。ある雨の降る日曜の午後、客足が途絶えたタイミングで店長が教えてくれた。この店のオーナーが言ってたんだけどね。幽霊が出る店って不思議とお客さんがつくんですって。だから専用の席を作ってお化けに居ついてもらうようにしてるのよ。縁起担ぎみたいなものですか？加納さんが尋ねると、店長は首を横に振った。それなら、よかったんだけどね。何か、あったんですか？他の人が座ると、怒るのよ。何人か面白がって座った人がいるけど、それからまたお店に来てくれた人は、一人もいないわね。そのうち一人は、
店を出るなり運転を誤った乗用車に轢かれ、目の前の道路で亡くなったという。加納さん自身も一度だけ、誰かがそこの席に座っているのを見たことがある。開店準備をしていた時、ショーケースを拭いていた顔をふと上げると、例の席に真っ赤な服を着た女性が座っていた。あの席に、お客さん？開店前なのに。メニューとおしぼりを手に歩み寄ろうとしたとき、窓の外を眺めていた女性の顔が、火をつけたろうそくのように、ドロッと溶けた。あ！思わず声を上げた瞬間、女性の姿はもうどこにもなかったという。きっと、本物なんです。うちの店の、幽霊専用席は。加納さんは、不意にこちらから目をそらし、独り言を言うようにつぶやいた。実は一人、あそこに座らせてやりたい人がいるんです。いつかその時が来るかもしれない、と思うと、アルバイトを辞める気になれないという。はるみくん。僕の友達のはるみくんは真面目で優しく、顔立ちも整っていて、僕も含め皆に好かれるような人だ。が、ちょっと変わっている。僕が初めてあれと思ったのは、ゴミ箱のことだ。はるみくんは大学から自転車で10分くらいのアパートで一人暮らしをしているのだが、彼はそのアパートの部屋の前に小さなゴミ箱を置いているのだ。生ゴミを捨てる感じの蓋のついた小さいやつだ。なんでゴミ箱なんか置いてんの？僕が尋ねると、はるみくんはちょっと困ったような笑みを浮かべた。ああ、たまにゴミみたいなものを置いてく人がいるんだよね。ほっとくのも嫌だし、家に知らない人のゴミ入れるのも気持ち悪いから、ここに捨てるようにしてるんだよ。はるみくんみたいないい人に嫌がらせするやつもいるんだな。僕は少し、心配になった。試験前、僕たちははるみくんの部屋で勉強会をすることにした。彼の住むアパートに到着したのは夕方頃だった。雑談をしながら部屋の前まで行くと、はるみくんが、あ、と言った。彼の部屋のドアノブに大量の長い髪の毛が、ぐるぐる巻かれていた。え、またか。はるみくんはうんざりしたようにつぶやくと、ドアノブに絡まった髪をブチブチ引っ張り始めた。うえ、何それ、気持ち悪。まあ、たまにあることだから。マジか。そんな平気な顔してていいのか。僕はドアノブから髪の毛を取ろうとする、はるみくんのシュッとした背中をぼんやりと眺めていた。え、髪の毛、そんなしょっちゅうなの？ああ、月に3回くらいかな。違うものの時もあるよ。知らない人の写真とか、手紙とか。よくわからんジャムもあったな。なんか生臭かったし、当然捨てたけど。髪の毛をちぎる陣内くんは、最近 Wi-Fi の調子が悪いんだよね。最近 Wi-Fi の調子が悪いんだよね。みたいな口調で答えた。
怖くないの？これくらいなら、そんなに。俺、割と変な人に絡まれるんだよね。マジか。ポストに、剥いだ爪が入ってた時もあったし、髪の毛くらいなら、まだマシでしょう。やべえやつじゃん。つまり、おかしな人に絡まれすぎて、ちょっとおかしくなってきてしまったのが、はるみくんという人なのだ。しかし、なんだな。やっぱり、僕があげたジャムは、捨てられていたようだ。残念。占いができる女の子。行きつけのバーで、俺は二人組の女の子と知り合った。ロングヘアの子とショートカットの子。どちらもそれぞれ美人だ。お兄さん、この子すごいんですよ。嫌なことがあったとかで、メロメロに酔っ払ったロングの子が、ショートの子を指さしながら俺に話しかけてきた。この子ね、占いができるんです。超絶当たるんです。ちょっと、やめてよ。あまり酔っていないショートの子が文句を言うが、ロングの子は、いいじゃん、いいじゃんと取り合わず、なおもこちらに絡んでくる。俺もショートの可愛い女の子と話してみたくなったので、じゃあ、俺のことを占ってくれる？と頼んでみた。ショートの子は形のいい眉を寄せると、諦めたように、占いとはちょっと違うんですけど、と言いながら、すらりとした両腕を伸ばしてきた。両手で俺の右手を包み込むと、目を閉じた。長いまつげが震える。あ、見えた。何が？お兄さんのお宅、京線の〇〇駅が最寄りですか？当たり。俺、この子たちにそんなこと話したっけか？こちらの驚きをよそに、彼女はまつげを震わせ、占いを続けているようだ。いや、彼女は、占いとはちょっと違うと言っていたな。俺も詳しくは知らないが、これは霊視ってやつじゃないだろうか。お家に帰る途中に、大きな焼肉屋の看板がありますよね。当たり。一階にコンビニが入ってるマンションを通り過ぎて。当たり。住宅地に入って、二階建てのアパートですね。103号室。あ、当たり。女の子の霊視は、途中の目印を的確に当てながら、どんどん俺の家に近づいてくる。オカルトはフィクションとして楽しんでいるが、決して信じているわけではない。そんな俺だが、ここまで見事に的中させられると、さすがに気味が悪くなってきた。部屋に入るとすぐに居室で、奥の方にキッチンとお風呂場と、カーテンはグレーのストライプですね。掛け布団やシーツも白黒。お兄さん、モノトーンが好きなんだ。え、全部当たってる。頭の中を読まれているようで、だんだん手を握られていることが恐ろしくなる。俺は女の子の手を払いのけたくなった。と、突然彼女が。あ、彼女さんと
一緒に住んでるんですね。と言った。途端に安堵が俺の胸に押し寄せた。残念。俺は一人暮らしです。それを聞いたショートの子は、ぱっちりとした目を開け、俺の顔を不思議そうに見た。が、すぐにニコッと笑うと、俺の手を解放した。えへへ、外しちゃいました。でも、すごいね。途中までずっと当たってたよ。そうですか？どういうトリックなの？俺たち会うの初めてだよね。ショートの子は意味深な笑みを浮かべると、内緒です、と囁いた。気になったが、酒の席で問い詰めるのは野暮というものだ。俺は占いのお礼だよと言って、ショートの子にカクテルを一杯おごった。グダグダになったロングの子には、お冷やを一杯出してもらった。面白かったよ。じゃあ、俺はこれで。お酒、ありがとうございました。思いがけず美人二人に相手をしてもらった俺は、気分よくバーを出た。それにしても、ショートの子はすごかった。カーテンや布団の柄まで当てるなんて。むしろ最後だけ外れたのが不思議なくらいだ。そんなことを考えながら、俺は私鉄京線に乗った。丸々駅で下車すると、徒歩で自宅に向かう。焼肉屋の看板の下を通り過ぎ、途中のマンションに入っているコンビニに寄ってから住宅街に入る。少し歩くと、俺の住むアパートだ。人気のない夜道を歩くうち、俺はなんとなく不安になってきた。あのショートの子が一つだけ占いを外したことが、とても不自然なことのように思えてきたのだ。もしも彼女の占いがすべて当たっていたとしたら、俺の部屋にいつの間にか見知らぬ女が住み着いていたとしたら、俺の住むアパートが見えた。103号室の窓は真っ暗だ。言うまでもなく、俺が出かけるときに電気を消したからである。だよな。誰もいるわけないんだよ。むしろ一緒に住んでくれる女の子がいるなら、願ったり叶ったりだ。俺は103号室の鍵を開け、ドアノブを回した。真っ暗な部屋が俺を出迎える。酒のせいもあったのだろう。俺はふと冗談めかして、ただいまと声をかけた。部屋の奥の暗がりから、おかえりと女のか細い声が聞こえた。一年越し。私の通っていた小学校では、毎年7月になると、校舎内を開放した七夕祭りが開催される。夕方から各教室にちょっとした出店やミニゲームが並び、夏のひとときを賑やかに過ごすのだ。私がこの小学校に転校して初めての七夕祭りの日、あやちゃんという子が真面目な顔でこう言った。もし赤い浴衣の女の子を見たら、名札をつけてるかどうか確認してね。もしつけてなかったら、ついてっちゃダメだからね。なんで？その子は七夕の日にしか出ない幽霊なの。前についてった子がいるんだよ、とあやちゃんは言う。その子は、
色とりどりの七夕飾りが飾り付けられた校舎内を赤い浴衣を追って駆け回ったが、なかなか捕まえることができなかった。そのうちいつの間にか元の場所に戻ってきてしまった。諦めて皆のいるところに行くと大騒ぎになった。一年経ってたんだって。その間、その子はずっと行方不明だったの。本当だよ、と付け加えたあやちゃんは、四年生の夏に突然いなくなって以来、行方がわからないままだ。お泊まり会。あの夜、私たちは小学五年生だった。その頃、女の子たちの間でお泊まり会が流行っていた。このイベントを経ることが仲良しの条件みたいになっていて、だから私はどうしてもルイとお泊まり会をしたかった。当時私の家には認知症の祖母がいて、うちでお泊まりをするのは難しかった。でもルイの家なら一人部屋があるし、介護が必要な家族もいないはずだ。だから、ルインチでやろう。お願い。私が頼むと、彼女はこんな条件を出した。じゃあ、私の部屋の押し入れで寝てくれるなら。だからこの話は、ルイの部屋の押し入れで、彼女が私に語ったものだ。私ね、以前から押し入れの中で夜更かししてたんだ。こうやって電気スタンドを中に入れて漫画読んだりしてたの。親にバレると叱られるから、こんな感じでちょっと襖を開けて、外の音を聞きながらね。去年の冬の初め頃かな。やっぱり押し入れの中で夜更かししてたの。そしたら、部屋の天井の隅から、白い着物の女の人が、いきなりずるって出てきたの。その女の人は、私の布団の周りを大きな蛇みたいにぐるぐる回ってた。時々ピタッと止まって、歯をカチカチ鳴らすの。誰も布団にいないから怒ってるんだって、私は押し入れの中で思った。声が出ないように手を口で押さえたけど、涙がポロポロ出るし、体が震えて、押し入れがガタガタ鳴りそうな気がした。でも、音を出したら見つかると思って、我慢したの。どれくらいだったかな。女の人はとうとう諦めたみたいで、壁をずるずるって張って、出てきた天井の隅に消えていった。ああ、助かったってほっとしてたら、私の隣のお姉ちゃんの部屋からすごい悲鳴が聞こえて、お姉ちゃんはそれから話ができなくなって、ずっと入院したままなの。その時、隣の部屋からドタンと重いものが落ちるような音がした。ルイが私の腕をぎゅっと掴んで囁いた。静かに。そして、畳の上を何かが這うような、ずるずるという音が聞こえ始めた。変な自殺。変だねって、みんな言ってたんだよ。浅見さんが通っていた女子校には、いじめがあったという。
しかしある日、A 子という生徒が学校の屋上から投身自殺をし、いじめはなくなった。と思ったら、3ヶ月後、今度は同じ場所から B 子という生徒が飛び降り、亡くなった。それがいじめの主犯といじめられてた子だったんだよね。確かに大事件だけど、そんなに変かな。いじめられっ子が自殺して、いじめっ子が罪の意識で病んで後追いしたってことじゃない？まあ死ぬほど病むならいじめなんてするなって話だけど。と思ったら、そういうことではなかった。浅見さんは呆れたような顔で言った。だから、A 子がいじめの主犯で、B 子がいじめられてた子だったんだよ。変でしょ？逆ならわかるけどさ。二人が飛び降りた場所は、現在は花壇になっている。他の花壇に比べて、異様に色の濃い花が咲くという。慣れ染めらしきもの。うちの嫁さんが亡くなってもう3年近くになるんだけど、なんでかね、最近慣れ染めが思い出せないのよ。俺と嫁さんどうやって出会ったんだっけって。なんかね、それっぽい記憶はあるのよ。これが慣れ染めだな、みたいな。でも、違うの。絶対違う。それはどういう話かっていうと、こういう話なんだけど。俺が27歳の時なんだけど、出張で F 市に行ったんだよね。急な出張だったからホテルを取ってなくてね。でもどこか泊まれるだろうと思ってたら、全然空いてないの。学会か何かあったんだっけな。で、高いホテルならどうかなって思ってさ、普段だったら泊まらないようないいとこに行ったの。そしたら空きがあるって言われて。仕事の守備も上々だったし、今夜くらいパーッと行ったれと思ってさ、そこに泊まったわけよ。そのホテルは最上階にバーがあってね、窓の外に F 市の夜景が見えるんだ。グランドピアノが置いてあったけど、その日は誰も弾いてなかったな。おしゃれなんだけど、壁に能面が飾ってあったりして、ちょっと不思議な雰囲気のバーだったよ。そこでスコッチやなんか出してもらってるうちに、だんだん気持ちよくなってきてね。俺、酒は好きなんだけど、そんなに強いわけじゃないから、なんだか、ぼーっとしてきて。そしたらね、何時くらいか定かではないんだけど、ワゴンを押したボーイが来たんだよ。ワゴンの上には黒っぽい箱がたくさん乗っていて、ボーイは俺の前でマジシャンみたいな手つきで次々にその箱を開けていくんだ。どの箱の中にも女の生首が一つずつ入っていてね。俺はその中から一番好みの顔のやつを選んだんだ。ああ、それが、嫁さん。それが、慣れ染めなんだよ。俺の記憶じゃ、そういうことになってるんだよ。なあ？変だろ。まあ、確かに嫁さんは、F 市出身なんだけどさ。でも、そんなわけ、あるはずないだろう。ちゃんと親だの親戚だのにも
紹介したからな。普通の馴れ初めがちゃんとあったはずなんだけど、みんなもう死んじまって確認しようがないんだよな。なんだか最近気になってな、それが。夏の始まる日。夏の始まる日は玄関から声がするのでわかる。その日が来ると、私はガラスの鉢にキャンディーやグミやチョコレートを入れてダイニングテーブルの上に置いておく。それを見た母が、もうそんな時期なの？と言って花を買いに行く。私は普段あまり触らないピアノの蓋を開け、10年前によく弾いていたブルグミュラーの練習曲集を取り出して片っ端から弾く。母から連絡を受けた父がフルスタルトを4個買って帰ってくる。母が窓辺に一輪挿しを飾る。時折風もないのに花が揺れる。夏の間、我が家はずっとこんな感じだ。10年前にベランダから転落して亡くなった私の妹はまだ幼かったので、おそらく帰ってくる時期をずっと間違えている。夏にはお盆というものがあって、死んだ人が帰ってくるんだよ、と誰かに教わったのを、夏には死んだ人が帰ってくる、と誤解したままなのだ。玄関から、ただいまと小さな声がすると、私は今日から夏が始まったんだな、と思う。妹はダイニングテーブルのガラスの鉢に小さな手を伸ばし、窓辺に飾った花をじっと眺める。ピアノの下にうずくまって、私が弾くブルグミュラーをじっと聴いている。フルーツタルトの上のフルーツだけをつついて、満足そうな顔をしている。そして夏が終わると、またねと言って、玄関から出ていく。ガラスの鉢に入れたお菓子は、当然ながら全く減らないので、夏の間に私が時々食べている。三つに一つくらい、味が全くしないものがある。私はそのお菓子を、他のものよりゆっくりと、時間をかけて食べる。寝る前に読む話。突然ですが、これから布団に入るっていう方に、一つ話があるんです。寝てる途中で目が覚めることってあるでしょう。まだ外も暗くて、全然起きる時間じゃないのに、起きちゃうこと。理由はいろいろですよね。例えば今日みたいな熱帯夜だと、エアコンのタイマーが切れて暑くなったとか、逆にエアコンつけっぱなしで寒くなったとか、一緒に寝てる人のいびきがうるさくて、なんて人もいるでしょうね。そういうのはいいんですよ。いや、良くないかもしれませんけど、もしも誰かに呼ばれたような気がして目が覚めたなら、要注意です。私はめったに途中で目が覚めないタイプなんですが、それでも年に何回かは起きちゃうんですね、夜中に。それが決まって誰かに呼ばれたような気がしたパターンなんです。そういう時は知らんふりしてもう一遍寝ちゃうんですが、一度だけ妙に気になってね、その時はどうも廊下の方から呼ばれたような気がしたんですよ。
それで寝ぼけ眼でベッドを降りて、寝室のドアを開けようとしたんです。そしたら急に、ドアノブを持った手から頭のてっぺんまで、ゾワゾワっと冷たいものが走ってね。なんだかこのドアを開けたらまずいなって気が、無性にするんですよ。でもこの向こうで誰かが呼んでるみたいだし、とにかくドアの向こうが気になる。寝室のドアには大抵覗き穴なんてついてないけど、うちのは下にちょっとだけ隙間があるんです。なので、床に這いつくばって、向こうを覗いたんですよ。そしたら、目があったんです。左右一揃いの目が、横に並んで、こっちを見てるんです。急いでベッドに戻って、寝たふりしましたよ。だって、床すれすれに並んでる目なんて、ねえ。床から、頭が生えてるんでもなきゃ。ね。そういうことがあるかもしれないから、深夜に目が突然覚めたときは、気をつけてくださいね。といったところで、私の話はこれでおしまい。では、おやすみなさい。